第16回衆議院議員総選挙は1928年2月20日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。昭和会言語初となる総選挙で1925年に交付された普通選挙法に基づく最初の総選挙であるので別名第1回普通選挙と呼ばれる場合もある。大阪府が発行した選挙ポスター普通選挙法成立以前には 選挙権は直接国税3円以上を納税する成人男性に限定されていたが、対象デモクラシーの勃興第2次五権運動によって成立した加藤公明を首相とする五権参派内閣によって納税額による制限選挙は撤廃され、25歳以上の成年男性による普通選挙が実現した。なお、日本における普通選挙は、 すでに1925年において、地方議会選挙で導入されており、市では、北海道札幌市、旭川市、室蘭市、小樽市、函館市、静岡県浜松市、町村では、京都府舞鶴町、新潟県小瀬村、岡山県鴨方町など15町村で実施されている。日本最初の普通選挙ということで、当時は、与党が内務大臣の指揮にある内務次官。 警報局長、警視総監を使い、選挙に干渉し、与党側を勝利させるのが常識であった。事実、田中義一内閣は、鈴木,木三郎内相のもと、大規模な選挙干渉を行っている。これに対し、野党の立憲民政党は選挙閣制委員会を、党内に設置し、選挙干渉に対抗している。選挙の結果、与党の立憲政友会は218議席。 野党第一党の立憲民政党は216議席とどちらも過半数を得られないハングパーラメントとなり残る32議席がキャスティングボートを握る情勢となった。また、労働農民党、日本労農党、社会民衆党、日本農民党のいわゆる無産政党、無産諸派が候補者を擁立し選挙戦を戦い8議席を得た。田中内閣は 普通選挙によりこれら無産政党を合法化した一方で総選挙後の1928年3月15日治安維持法により日本共産党を弾圧した立憲政友会立憲民政党実業同士会社会民衆党革新党労働農民党日本道農党九州民検討中立の選挙区は無投票補欠当選党立憲政友会 立憲民政党中立、ありがとうございます。